これであのプレミアリーグ、前者終わりましたけれども、振り返っての感想をお願いします。まあ、トップとユースでなかなか出れない試合もあったんですけど、まあ、無敗で終われたというのはすごい大きいことですし、ただ4分けしたっていうのは自分としてもチームとしても悔しいところではあります。いよいよ来週、まあ、広島とのチャンピオンシップを控えていますので、それに向けての抱負をお願いします。やっぱりサポーターの人だったりクラブ全体だったりが本当に勝つことを期待していると思うので、本当に結果にこだわって自分もそのゴールっていう目に見える結果というか一番分かりやすい結果を残せるように頑張ります。サポーターに向かって、メッセージをお願いします。本当にたくさんの人が応援してくれていると思うので、本当に優勝っていうそのタイトルをしっかり取れるように頑張るので応援よろしくお願いします。